応えありですが、狙いましょう。こいつよ、敵そうよ。デバフ入った。おやらしいです。ありがとう。デバフ入った。感謝を。使いますよ。アサス君、感謝を。注意よ、アサス君、こちらです。狙いましょう。狙いは定めました。これで大丈夫。シノン、ありがとうございます。ぐーっと、素晴らしいです。手応えありです。仕掛けてくる。デバフ入った。グレネード投擲、こちらです。助
助けますか。素晴らしいです。リズベット、今回復助けます。いいですよ。最高です。アファッシュ倒せます。攻撃が集中しています。
すごいわ。出れるのです。なかなかでしょ。使うわ。バフよ。レイちゃん、助かってくれ。レイちゃん、大丈夫だ。最高です。これが勝利だっと。こんなものよ。この辺りにキリトのコピーがいるはずです。そんな気配感じないけど。大丈夫です。間違いないですよ。もう少し待っていれば必ず来ます。必ずね。クレハ、大丈夫ですよ。私を信じてください。あ、そういえばさっき握手しませんでしたね。仲良しの握手をしてください。ちょっと待って。どうしたのですか、クレハ。ねえ、リエーブル、あなた他にも何か知ってるんじゃないの。え、あなたがさっき言ってた偽物のキリトさんの貢献の話、ちょっと気になって。私たちがキリトさんと戦って貢献が壊れたのはあなたと出会う直前だったの。あなたはあれからずっと私たちと一緒にいて、どこかから新しい情報を手に入れた様子はなかった。だからキリトさんの偽物が貢献を使えないって知っているはずはない。そんなことないですよ。私、皆さんといる間もこっそり情報を集めていたのです。そのくらい朝飯前なのです。だって私は優秀なんですから。そうね、そうかもしれない。でもそうだとしてもやっぱり気になるの。あなたの情報網ってどんなものなの。あの後すぐに貢献が壊れているかどうか見てわかるほど近い距離でキリトさんの偽物と戦った人がいて、すぐにあなたに情報を提供した。偶然にしてはちょっとできすぎてる気がするんだけど。クレハ、ごめんね姉ちゃん。別にリエーブルをいじめたいわけじゃないの。ただ何か知っているなら話してほしいって思って。その何か事情があるなら協力するわ、リエーブル。でもその前にはっきりさせておきたいの。ああ、もうやめた。面倒くさい人ですね。アホシスのマスターのデータが欲しかったんですけど、こっちへ誘導するのに躍起になりすぎちゃいました。失敗失敗。優秀なフリューゲルのアファシスである私がおバカさんの旧型の真似事なんて、ほんと屈辱でした。どういうこと。アファシスは周囲に強プレイヤーが多かったので、そこだけは高評価でしたけど。ま、労力に見合った収穫はありましたしね。誰って、リエーブルですけど。目の前で変装を解除したじゃないですか。タイプ X はマスターの時代遅れなんですか。時代遅れ、そういうことです、アホシスさん。私はタイプ Z、 あなた方より上位の権限を持つ新型なんです。ねえ、さっき言ってたマスターのデータって何のこと。言葉で説明したってわからないと思いますけど。ま、目の前でやってみせてあげますよ。一回だけ。何か大量のデータが動いています。
私が皆さんと接触して収集したデータを使って他のアファシスたちをアップデートしてるんです。ほら、覚えがありません？握手してください。握手はご挨拶の基本なのです。皆さん優しすぎですよね。データを読み取られるとも知らずに。あれ、皆さんどうしたんですか？笑うとこですよ、ここ。一体何が目的なの？やっとまともな質問が来ましたね。私の目的ですか？ SBC グロッケを滅ぼすことです。これがフリューゲルのアファシスの、いいえ、フリューゲルの民すべての悲願だったんです。私が眠っている間に、そこのタイプ X はもちろんマザーコンピューターまでもが使命を忘れてしまったみたいですが。二人ともお帰りなさい。新しい武器は見つかりましたか？あ、リリトとアスナの偽物なのです。リエーブル、ここのアップデートが終わったら先に行ってくれ。あなたは他のアファシスたちを目覚めさせなきゃいけないでしょう。あとは私たちに任せて。いやー、このお二人は優秀なので本当助かっちゃいました。反応速度、戦闘時における思考能力、他に比べて明らかにズバ抜けてます。いっそ不自然なくらい。あとは私の観測範囲ではもう一人、あなたの能力も高かったんです。あなたの能力をコピーできなかったのは本当残念でした。プレイヤーの偽物騒動は全部あなたの仕業だったのね。最初の頃はテストも兼ねて過去データから作成してたんですよ、クレハさん。自分の過去のコピーはどうでした？おどおどして、初々しくて可愛かったですね。やだ、エネミーアファシスを量産しているのはただの手段ですよ。正面から殴って都市を滅ぼそうだなんて、資源の無駄遣いもいいところ。グロッケンを拠点たらしめるものを破壊すればいいんです。そうすればあとは自然と崩れていくだけ。ピンポーン、分かって当然ですが再び正解です。私はノーコンバットゾーンをぶっ壊すつもりです。そんなの、気づいたらみんなすぐに止めるよ。どうでしょうか、あなた方には難しいと思いますよ。各所に散らばるノーコンバットゾーンの装置を迅速に調査、確保し、人員を整えて防衛する。大規模な協力と連携が必要な作業ですが、この GGO にそんな経験のある方がどれだけいます？ここは苛烈な銃の世界、銃の資源をめぐって相争う弱肉強食の大地。街で殺し合いできるならそれもラッキー、ヤッホー、みたいな方も多いのでは。ということで、ここのアップデートは完了です。ではごきげんよう、皆さん。待ちなさい。行け、リエーブル。頑張ってね。二人とも、ありがとう。というわけだ。悪いけど、邪魔させるわけにはいかない。いいわ、今度こそ。